冬です。明日はクリスマス。冷たい北風が吹いています。雪もちらちら降っています。街の中を馬車がものすごい勢いで走ってきました。危ない。もう少しで馬車に引かれるとこだった女の子、すってんごろりんと転んでしまいました。その途端に履いていたスリッパはどこかへ飛んでいきました。持っていたマッチはバラバラに散らばってしまいました。その子はマッチ売りの少女だったのです。少女は一生懸命です。でもマッチはちっとも売れません。さっき馬車に引かれそうになった時、履いていたスリッパはどこかへ飛んでいってしまったので、少女は今は裸足です。冷たい石の坑道の上に裸足で立っているから、寒くて寒くて体はガタガタブルブル震えます。マッチはいりませんか？マッチをどうぞ。雪は少女の長い金色の髪の毛に降りかかります。寒いな、寒いな。今夜はクリスマスイブだから、街を通る人はみんな急いでいます。早く家へ帰って楽しいパーティーを開こうと思ってるんです。どこの家の窓からも美味しそうなごちそうの匂いが流れています。でもマッチ売りの少女は家へは帰れません。お母さんは病気で死んでもういません。お父さんはマッチを全部売らないで帰るととても怒るのです。いつになったらマッチが全部売れるかしら。それまでに私は凍えてしまいそう。そうだ、マッチを吸って火をつけたら少しは暖かくなるに違いない。少女はマッチをすりました。小さな炎がポンと燃え上がります。少女にはその小さな炎が大きなストーブのように思えました。手をかざすと体中がポカポカ暖かくなるんです。でもマッチの火はすぐに消えてしまいました。2本目のマッチをつけると、不思議なことに目の前のよそのうちの硬い壁がベールのように透き通って見えました。部屋の中には大きなクリスマスツリーが見えます。テーブルにはごちそうが山のよう、ガチョウの丸焼きもありました。ほかほか湯気が出ています。ふーんと美味しそうな匂い。少女のお腹がぐぐっと音を立てました。だってとってもとってもお腹が空いてるんですもの。でもマッチの火が消えると、途端に目の前の壁は元通りの硬い冷たい壁。壁の向こうは見えません。ツリーもろうそくももちろんガチョウも見えません。少女は3本目のマッチをつけました。小さな炎が燃え上がります。少女はいつの間にか美しいクリスマスツリーの下に座っていました。ツリーの枝にはたくさんのろうそく、そしてきれいなクリスマスカードが飾ってあります。少女が思わず手を出すと、たくさんのろうそくは黄
キラキラ光りながら空に登って行きました。そうして美しい星になりました。あ、流れました。マッチ売りの少女はずっと前可愛がってくれたおばあさんが言ったことを思い出しました。星が一つ流れるとね、一人の人の魂が天に昇っていくんだよ。少女はもう一本マッチの火をつけました。すると明るい光の中におばあさんの姿が見えました。とても優しかったおばあさん。おばあさんの姿が消えてしまわないように少女は急いで次から次へとマッチの火をつけました。小さな炎が後から後から燃え上がり、少女の周りはまるで昼間のように明るくなりました。少女は大きな声で叫びました。おばあちゃん、私も一緒に連れてって。おばあさんはマッチ売りの少女を優しく抱き上げました。そして二人は光と喜びに包まれて、たくさんの星が輝く空へ登っていきました。